はい、こんにちは。前回動画をご視聴の皆様ありがとうございます。今回は方片ワークをもらうだけの動画です。選択肢をレオニダス、ホルグホル、この辺はまあクラシック英雄で入れまして、アレス、ゼリン、いつか、コスチューム側も得た時に育てようと考えて、これゼリンがあれでいただいたんですけどね。ハズレサモンのやつで。でも、突っ込みます。木は入れますよね。今回割と一番最後に決めた英雄です。ルーベンです。ルーベンも、マナ速なんで、で、単色好きとしてこのミニオン呼んでくれるの好きなんですけれども、赤はいい英雄を他にも持ってるんで、今回入れることにしました。図鑑も無視してルーベン入れることにしました。シフは持ってるんで入れます。ロキね、コスチューム側引いちゃってるんですよ。図鑑以外の理由で育てるかと自問自答してロキ入れます。クランパスは、アセンド4でもう育てているんで入れます。エリザベスもそうです。普段からよく使っています。今回ソウルエクスチェンジにもいたギリガン、個人的にあまり魅力を感じなかったんで入れます。アルファニアスは、3-70で持ってるんで、中途半端に間違えて育てました。入れます。フリークス、引いたばっかりです。マナ、遅じゃなかったらっていう思いで、入れます。最後、オーガスタス。硬くて強い。しかも、冬のファミリー。いい英雄だなと思ってるんですけれども、私、マザーがいますし、霊人さんいますし、マナ、オソ、緑英雄は渋滞してるんですよ。というわけで、オーガスタス入れるか。入れるわ。しゃあないわ。心折れるわ。この3-70まで育ててるコスチューム側を持っていない他の英雄たち。ごめんなさい。動画止めます。今の自分にどっちが必要か悩んで、未育成のオーガスタスよりも3-70まで育ててコスチューム側を持っていないジャスティス、こっちを入れることにしました。ここで操作ミスは嫌。うーわ。こうして見ると、ゼリン。エリザベス入れる？しまった感が大きい。でもこれで英雄の枠が大きく空いたのも嬉しい。どうでもいいですけど、一番上に育ててる英雄を置いてます。引いたばっかりのバークリー外して、今いただいた、うわ、心削ってくるわ。
後編ワーク入れます。後編ワークをレベル90まで、育てる、そういう覚悟を持って、いただきました。いっぱい迷った上で後編ワークいただきました。ではでは、ご視聴ありがとうございました。